警察によりますと、今日午前0時前、八戸市楠木1丁目の伊勢湾岸自動車道を上り、湾岸八戸インター付近で、追い越し車線を逆走してきた乗用車が中型トラックと衝突しました。この事故で乗用車が大破し、運転していた70代ぐらいの男性が病院に運ばれましたが、意識不明の重体だということです。トラックを運転していた59歳の会社員の男性は、 両手に擦り傷をを負う軽いししました警察には事故の直前、逆走している車がいるという通報が複数あり警察官が現場に向かっている最中の事故だったということで警察は逆走の原因などを詳しく調べています。